編集ではわずか数秒しか使われない撮影素材、それをカットなしでお送りするアンカットバージョン、私空手道正義塾山田の解説でお送りいたします。よろしくお願いいたします。1 2 3 4 5、回って、これは昇級審査のための復習稽古なのですが、そもそも審査というのはその時点での実力を見るというのが正しくて、本来は審査のための稽古をするというのは間違っているのではと私は思っています。ただまあ親心といいますか、できれば一発で合格してほしいという願いもありますので、毎回どうしても審査の復習のための稽古っていうのはまあやってしまいますね。ただこれあまりよろしくないですかね。前屈もまあ浅いですし、これは塾生皆さんにいつも言うことなんですけれども、審査のための稽古ですよと言っているにもかかわらず、どうしてもまあなんていうんですかね、はいはい、あの技ですね、なんかこういう感じの技だったと思いますよみたいな、まあ軽く流して思い出してるだけの熱量って言いますか、塾生皆さんはそんな気持ちじゃなくて真面目にやっているのですけれども、まあ技量を見ようという目で見るとそんな印象が見受けられてしまうと、そういうことですね。レッサーしてね、前屈しっかりね、はい、おい膝蹴り、はい、1 2 3 4 5、回って1 2。今私も比較的のんびりと優しく号令をかけていますが、例えばここであえてすごく厳しく怖い感じで叱責とかすると、まあ皆さんは途端にビシッとなるわけです。で、複雑なのはここに3つの問題が浮上するということで、まあ一つは厳しい指導の是非、そして、厳しく言わなければ本気でやらないのかという意識、もう一つは、まあ、優しい指導の下でも高い意識を持つ人、そういう人を救い上げていくことが指導の本質なのかということです。やる気のないやつは去れっていうのは、まあある意味正しくて、私も考え方としてはそういうつもりで指導はしています。ただもう一歩深く考えてみると、ああ自分は物事を始めようとするときに何も準備せず漠然と望んでしまうんだな、そういうところがあるんだなということを認知する、己を知るためにこういう場が必要なんだなと、そうも思います。自分に対しての客観性を養う、稽古というのはそういう意味もあると思います。しっかり込めて、はい、直れ、はい、組手ですね。これは、まあ、昇級審査関係なく、稽古としての組手をやっています。 A 君なかなか積極的でいいんですが、それだけにちょっとまあなんか急いでいる感じがしますかね。やめ、はい、お互いで構えて始め。やっぱりちょっと相手が大きくて前が怖いのかな、ちょっと蹴りが届かない場面が、多いですけれども、まあそれでも果敢に攻めていってます。まあ技術はねまだ全然ないんですけど、気持ちで負けてないところはすごくいいと思います。
はい、お互いでー。はい、お互いでー。はい、Kさんとワイダイくんですね。ワイダイくんはまあもうちょっと強めに言っていいと思います。 Kさんもまあうん、もう少し強めでもいいかなと思いますね。あとまあ、攻撃に変化をもうちょっとつけると、このパンチもまあ上からかぶせてみたりとか、まあそう工夫するといいんじゃないですかね。はい、やめー。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。